はい、皆さんこんにちは。今日はですね、またバラの話題を、お届けしたいと思います。で、春にですね、初心者の方にですね、ぜひバラを始めてみましょうという動画をお伝えしたと思うんですが、こちらその時にですね、新苗を植え付けたニコロ・パガニーニになります。植え付けた時は1本だけか細い枝を上げてたんですが、こんなに立派に育ってます。はい。で、実はですね、2週間ぐらい前にこの辺りがすごい葉っぱが密になってたので、すかし剪定をしてあげたんですね。はい。で、その時にピンチ、ソフトピンチをしてあげたんですけれども、2週間後にまたいっぱいつぼみをあげてます。で、そのソフトピンチの作業を、お届けしようと思います。ちなみに2週間前にもう追肥は済ましてあるので、肥料成分は、行き渡っている状態になります。はい。じゃあちょっとソフトピンチの作業ですね、簡単な内容になりますが、ぜひご覧ください。はい。じゃあですね、まずニコロ・パガニーニの現在の株の姿ですね、簡単にご紹介しておきます。はい。こんな感じでですね、フロリバンダローザだけあってですね、一つの枝から複数のつぼみをわっと上げてきています。で、今画面中央ですね、この辺りを透かし剪定してあげました。そしてで、よく見ていただくとですね、ここにですね、ベーサルシュートが出始めています。で、ちょっと画面では見にくいんですが、その奥にもですね、もう一本ベーサルシュートが、出ようとしてます。まあ正しくはサイドシュートと言った方がいいと思うんですけれども、はい、こんな感じでですね、ちょっとソフトピンチの作業をご紹介したいと思います。それでですね、まずソフトピンチなんですけれども、もしですね、お花が咲きてしまいそうになっていたら、もう咲かしちゃった方がいいですね。というのも、植物はですね、つぼみがついてからつぼみが膨らむまでがものすごい栄養を、必要とするんですが、がく割れしてですね、花びらが見え始めるとそんなにエネルギーは使わないんですね。なので、もしがく割れしてしまっていたら、そのつぼみだけ咲かしちゃってもそんなに株は消耗しないです。はい。じゃあですね、まずいっぱいつぼみをつけているところからソフトピンチをしていこうと思います。で、最初はこちらですかね。はい。こちらをちょっとやっていきますね。はい。今こちらの方にですね、つぼみがいっぱいついてます。1,2,3,4 つですね。で、本当はですね、ここまで大きくなるまでほっといちゃダメなんですね。もっとちっちゃい時につまんでほしいんですけども、これは、ソフトピンチしちゃいます。はい。ソフトピンチしました。はい。で、こちらにも1個ついてますよね。こちらもソフトピンチします。はい。ソフトピンチしました。はい。で、こちらですね、こちらもうがく割れしちゃってますよね。なので、こういうのはもうエネルギーをすごく吸っているので、咲かしちゃっても全然構わないです。なんですが、まあ私は今年は咲かせないと決めたので、この人もソフトピンチをします。はい。ソフトピンチしました。はい。じゃあ次いきますね。はい。今画面のですね、左側の枝のソフトピンチをしたんですけど、今度は右側の方をやっていきたいと思います。よいしょ。はい。まずこれですよね。ここにほんのちっちゃいつぼみができてるんですけど、これもソフトピンチしておきます。はい。こっちもソフトピンチ。これ見えますかね。これかな。ここにつぼみがあるんですけど、ここも、ソフトピンチをします。
てちょっと見にくいんですが、こっちにつぼみがついてると思うんですけど、これもソフトピンチしちゃいます。こちらもすごいちっちゃいつぼみができているので同様にソフトピンチします。はい、じゃあですね、今株はこんな感じになっています。で、下の方にもですねつぼみをつけているので、そちらもソフトピンチしていきます。はい、これですね、これも、5枚刃の上でソフトピンチします。はい、しました。こちらもつぼみをつけているので、これもソフトピンチをします。はい、これで全部つぼみはなくなりました。はい、次にですね、もうこれでソフトピンチは作業終わってるんですが、全体の株を見ていただいてですね、だいたい高さを合わせてあげると成長の度合いが均一になるんですね。で、こちらがちょっと高いですよね、一箇所。そこはちょっと下でソフトピンチしてあげます。はい、もう一個下でもいいかな。はい、これで均等に栄養を吸い上げてくれると思うので、はい、大丈夫だと思います。で、あとはですね、今一番、バラを育ててる人が期待しているシュートですよね、それをちょっと見ていただこうと思います。はい、ニコロパガニーニの株元です。で、これが、ニコロパガニーニの継いだ古い旧枝ですね。で、そこの根元からですね、これ1個で、こっちも1個ですね。で、あとここにサイドシュートが出てますよね。で、こういうのがうまくするとワーンとこう一挙に何十センチも伸びて新しい枝になってくれるんですね。で、これはなるべく折らないように大切に管理してあげてください。はい、で、まあ、このシュートの伸びるのを促進してあげるために2週間前にもやったんですが、やっぱり液肥を与えてあげてください。はい、はい、じゃあですね、液肥を与えていきます。これは花工場の専売用液ですね、普通の液肥です。はい、肌荷の予防のために、葉面散布をします。はい、で、葉っぱの裏にもですね、しっかり水が行き渡るように葉面散布をしてあげます。はい、はい、これで作業自体は終わりなんですが、やっぱり梅雨前なのでもう一回ですね、葉っぱがコミンってないかチェックしてあげて、特に葉っぱと葉っぱがですねくっついて、乾きにくくなってそうなところですよね。そういうところをチェックしてあげて、はい、まあこれは大丈夫そうですかね。はい、この辺もちょっと込み入ってるので、ちょっと葉っぱを取ってあげます。はい、こんな感じですかね。はい、これで、作業は終了です。はい、今回の作業はこれで終了となります。とても軽い内容だったんですけれども、ソフトピンチですね、今期でこれで3回目ですね。で、このニコロパガニーニはちなみに薬剤散布ですね、殺菌剤を1回だけ、1ヶ月ぐらい前にですね与えた感じです。で、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、このニコロパガニーニってそんなに耐病性は高くないので、本当はもっとコンスタントに2週間に1回とか薬剤散布した方がいいんですけど、今のところどうですか、見ていただいて、抗菌性病にもなってないですし、
まあ健康なんじゃないかなと。ただこれからですね、梅雨時になってくるとやっぱ国生病が蔓延しやすくなるので、そうですね、6月7月の梅雨明け、まあ、までですね、2週間に1回ぐらい本当は薬剤散布した方が良いです。で、真夏はですね、梅雨明けは病原菌の活性が鈍るので、薬剤散布はあまりしなくても病気が広がることはないんですが、ちょっとですね、来週ぐらいに1回、殺菌剤と殺虫剤を散布してあげようと思っています。はい、今日はですね、とても軽い内容だったんですが、新苗のその後ということで、ソフトピンチの作業をお届けしました。はい、いかがだったでしょうか。はい、いつも長い動画をご覧くださりありがとうございます。グッドボタンもよろしくお願いします。はい、じゃあまたお会いしましょう。バイバーイ。